はいどうパラプンテJリーグサッカーチャンネルですということで、いやー本当勝ってよかったなっていう感じです。いやこの勝ち点3というのはもうサムネに書いている通り意味合いが違うと。いやーね、もちろんどんな試合でも勝っても勝ち点3入るポイントは変わらないんですけども、ただこの勝ち点3っていうところはまあね、3ポイント以上の見えない価値があるんじゃないか。まあ選手もねほっとしていたでしょうし、試合終了後のね、まあ、選手の表情とかね仕草とか見てると本当に苦しかったんだろうなっていうのは感じました。まあちょっと怪我人がね、気にはなります。まあいろんなメディアさんの方々のね話まとめると、やっぱ怪我人が出やすいというか札幌ドームはねなんか、そういうところらしいですけどもね。ただしねちょっとね怪我人も出たし勝ち点もこぼしたしっていう最悪な状況はなんとか、回避することが、できましたんで、ちょっと怪我人、まあ、前田直樹とか、まあ、興梠もね怪我じゃねえかっていうところなんで、あとはまあちょっとねショルツさんもねお怪我というところなんで、まあちょっとその辺の怪我人の情報も気になりますけど、まずは本当勝ち点3取ることができるかというゲームでございました。じゃあ振り返りやりまして、明日ですけども、明日、動画概要欄にあるサブチャンネル、ウラレッツ専門チャンネルの方でも、もう一本レビュー動画上げますんで、よかったら、動画概要欄にあるウラレッツ専門チャンネルの方も登録よろしくお願いいたしますと、いうところで、じゃあ振り返りやっていきましょうかね。こちら試合が1対0 0対1ウラレッツが勝利という結果になりました。いやーね本当良かったですね。まあちょっとね後半押し込まれる時間帯も長くなってしまっていて、これはちょっとどっかでね押し込まれなければいいなっていう感じはしていました。ただ札幌もやっぱり怪我人がね多い影響で、選手交代役若い選手とかねが入ってきて、まあ、でも原選手はうまいです。あの前回の、突戦でもね見たんですけども、いや原選手はやっぱ切り替えのところもそうですし、アジリティも高いんで、あの選手ね原選手なんか将来的にはね伸びていきそうな感じもしますし、気づけばねもう札幌のレギュラー取ってるんじゃないかっていうねところかもしれませんが、まあ結果としてはね、こんな結果というところでございました。いや本当でも札幌はねゴールキーパー菅野選手も無理してねこの2試合出ていた、なんか骨折でしたっけなんかねしている中で無理して出ていて、で幹部の状況が悪化してみたいな、相当ねこれゴールキーパー事情は札幌、厳しいというのが伝わってくるね話が、試合開始前にありましたけども、あとそう解説の大森さんはなんかね声が非常に良くて、ね、なんかね、聞いてるこっちもなんかね気持ちよく解説というかね話を聞くことができたなっていう、ね、なんとなくそんな感じを僕はしたんですけどね。でこれ、やっぱね毎年というか3節は興梠と、酒井だなっていうのをちょっと改めて感じました。1年前の、ね、初勝利を挙げたセレッソ戦も興梠選手がその試合が初先発で、やっぱ興梠がねいてよかったねっていう確かゲーム展開だった。で酒井もだからあの時ね活躍してっていうのがなんか記憶にあって、3節の浦和っていうところは興梠酒井がなんかね活躍するのかなっていうのを感じます。まあ、ただ興梠もね本当ね年齢的にもね、いやー俺に頼らずとも他の選手頑張ってくるっていうね本当はねそういうところ言いたいかもしれませんが、ただやっぱり興梠が入ったことによってね本当ボールタッチが増えましたね。まあ前回まではどうしてもサンタナ選手がなかなかボール触れずで距離感が悪くみたいな展開が多かったんですけども、ただね、やっぱ興梠が少し引いて受けるとかサイドに流れて受けるとかでテンポが良くなりましたよね。やっぱりこうテンポ、まあフォワードがどこで触るかって言ったらゴール前で一番触ってほしいっちゃ欲しいんだけども、ただまあどこでもですけど、まあ、触ってテンポ作るっていうのもフォワードの重要な役割になりますんで、そこからサンタナはなかなかねボール触ることができずでチーム全体のテンポが悪くなってしまった感じもします。しかしこの試合札幌に対して興梠選手がいろんなところに顔を出してねいい循環をしてくれたんじゃないか、いいボールの循環が生まれたんじゃないかというところを感じましたね。で前田選手のキレが本当戻ってきました。昨年のねグランパスの後半のね前田選手を、見ていた方ならわかると思うんですけど全然違いますね。あのヨーロッパに行く前の前田選手の体のキレ、まあ、要はあのね我々ウラレッツを地獄の底にね、叩き落とした時の前田選手のような動きに戻ってきているんでね、よかったと思っていたらまさかの怪我というところで、あれ両足ですかね、どっちかなしか両足の可能性ありますけども、まあ、でも自分で歩いていたんで、まあまあまあ歩ける程度から担架ではなかったんでね、みんな今日はね
というところなんで、まあ、せっかくね、うん、いいプレーが出てきた中での怪我、多分、まあ、もちろん札幌ドームの芝とかやっぱね、いろんな方今言われてますけどもね、まあ、芝の問題ももしかしたらあるかもしれないし、あとは寒暖差っていうところかな。この時期はね、あのよくねもう言われることですけどもね、寒暖差とか、まあ、気温の影響を受けてやっぱりこう筋肉系はトラブル起きやすいっていうのはあるんで、まあ本当いろんな条件が重なってしまったのかなっていうのは、感じます。もちろんこう札幌ドームの芝だけの問題じゃなくてね、まあこの時期あるあるの、ね、筋肉系の怪我ではありますんでね、まあ、本当いろんなところが重なり合っての状況とは、ね、思いますんで、本当早く、ね、帰ってきてほしいというところでしょうね。で先生であれだ、前田が蹴ると思わせておいてグスターソン使って、で酒井がね跳躍力やっぱすごいですね。いや酒井は今日出足も速くてね、セカンドボールの回収も速かった。いや本当いろんなところに顔を出して、酒井選手もだからこう外に張るだけじゃなくて結構中に絞ってボール奪ってみたところもあったんで、若干ねこうプレーエリアの制約みたいなところから裏の選手が抜け出しつつあんのかなというのはちょっと感じました。まあ、どうしても前回まだね、俺はここにいないといけない、俺はここのポジションを、守んないといけない、俺にはこの仕事があるみたいな、なんかそんな感じがねしていたんですけど、今日はちょっと、まあ、そんな大きなポジションチェンジとかもちろんなかったんだけど、ただまあ本当ね前回よりもボール触るエリアとか、まあ、札幌のね戦術的な特性もありますけども、ただまあ、うん、前回よりもね選手たちは自由にまあ、やってたんじゃないかっていうのはちょっといい感じましたね。本当ねその前もだからフリーキックで渡辺陽馬選手が後ろから走り込んできて深いところでクロスシュートかな、打ってみたいなところがあったんで、また札幌はちょっとあそこで足止まってしまったというところはまあ反省点、まあ浦和が上手かったっちゃ上手かったし、大抵あそこはセットしてグスタフソンとみんな思うところなんで、まあ、逆に、ね、そこの裏をついた浦和がまあ上手かったっちゅうのも感じますね。ただそこからですね、まあ、まず追加点奪えなかったのもちょっと寂しいなっちゅうのも、ありますし、まあその中でねショルツが負傷退場でね、コロキ前田もというところで、まあコロキはどうなんだろう、あれはやっぱ負傷なんですかね。まあちょっと交代するには早かった感じがするんで、多分ですけども、多分コロキもどっかしら違和感があるのかな。まあみんなでもね歩いてね、退場していったんで、まあ長引かなければいいかなっていうのはあります。で代表ウィークがね、J リーグ入ります。まあ来週の湘南ベルマレ戦が終わったら代表ウィークに入るんで、代表ウィークの間にまあ回復することができればいいかなという感じもしますが、ただ次の湘南ベルマレ戦、来週の湘南ベルマレ戦に関してはちょっと、厳しい選手が何名かいるかもしれません。まあ来週に関してはまた関根松尾の両ウィングになる可能性が高い。でコオロキノが怪我かどうかによってはサンタナがまだ入るでしょうし、まだまあちょっとね怪我人の状況というのがよろしくないレッツには、なってきます。で後半決定的なところで松尾選手が左からえぐってサンタナがね、クロスえぐったというか、あれは1回切り返したかな、まあ、クロスにねサンタナ選手がヘディングを、ヘディング打つんだけれども、ただ、それが決まる、あれ決まってればねサンタナも今後、ね、乗ってくんじゃないかっていうのは、感じたんで、あれはちょっと、ね、フォワードだったら決めてほしいシーンかなっていうのは、ありました。でその後はだから結構浦和レッズが攻め込まれるシーンが多くて、まあちょっとヒヤヒヤするゲーム展開ではありました。で小泉、伊藤もね同時にほぼ同時に足つって、まあ、交代は準備していたんでねすぐ、交代することできましたけども、やっぱり相当足に来ていたんでしょうね。うん、まあなかなかねこんだけ選手が足をつってのは、ないで、札幌選手はねやっぱりその芝に慣れてるのかねちょっと分かりませんけども、いや本当ねそういうのはなくというと、ヨレッツの選手はなかなかね難しいね、ちょっとそこのコンディション、芝のコンディションとかとの、ね、ところもあったかもしれませんけども、いやねまあただね、いや小泉とも足つって、もう正直なんかねもう足がつってとかもそうだし、で、なんかこうソックス、靴下を上げる、ね、ソックスを上げる仕草でもお前大丈夫かってなんかね、なんかこうソックス上げてるだけなんだけど、足痛めたとかなんかねヒヤッとするみたいなところが何回かあったんで、いやちょっとね怖いな今後ね、大丈夫かなちょっと怪我人ね。まあその代わりまあ
途中から入った選手とか控えメンバーにはね今後、チャンスがあるでしょうし、まあ、ベンチ入りメンバーもちょっとねこれまでとは多分来週は変わるかもしれませんね。多分これまで、ね、メンバー入りしなかった選手というところが、まあ、ベンチ入りしてとかそういうことあるかもしれませんし、そこをだから誰が入ってね俺が決めてるみたいな、まあうん、アピールに成功するかというところも来週の湘南戦は、期待をしたい。本当これまで、ね、チャンスがなかった選手の出番も増えそうですしね。ということで、まあ新チーム初勝利、いや本当ねもう終わった瞬間ほっとしたし、はい終わってくれ、はい終わってくれという感じで、ね、ずっと試合は見ておりましたけれども、一安心、いや本当におめでとうございますというところですね。で、じゃあ、まあ、順位を見ていきましょうかね。こちらまあ一応順位表的にはね、暫定も暫定の順位表にはなってきます。今週はガンバーとマリノスのゲームがなかったんですね。マリノスがACL の影響で今節のまあガンバ大阪戦がなくなったんで暫定順位表にはなりますが、暫定的にレッツは12ジャンプアップでございますね。で札幌は19位というところなんで、開幕3試合終えた時点で未勝利、勝利がないのは SC 東京、ヴェルディ、札幌グランパスというところで、勝ち点がないのもグランパスのみと、勝ち点がないのはグランパスのみというとこなんでね、これはなかなかグランパスもきつい感じがしますし、まあゲーム内容的にもなっちゅうのがあって、で、FC 東京も地味に大丈夫かっていうのがあります。まあ本当ねクラモスキー監督である必要があるのかっていうのはなんか最近ね思うところはありますけども、で浦津はね得失点差はマイナス1ですけど勝ち点は4なんで、なんとか首位のねサンフレッチェ広島、首位のチームとはまあワンゲーム差のところで粘ってることができました。これ本当ね勝てていなかったら早速ね首位のクラブとの、勝ち点差がまあ5とかになっていたのかな、ね相当1、6か最大6とか4になっていた可能性があるんで、まあ、ちょっとね6となると2試合かかるんでね追いつくのにね、まあ、一応勝ち点上ね上のクラブと1試合で追いつくことができるさにいるというのは結構重要なポイントにはなりますんで、まあなんとか耐えることができた。まあ本当で1勝1分け1敗というね、なかなか1年前と似た感じもねしますけども、まあ昨年はね2連敗スタートだったんでね、まあ、それに比べると勝ち点的にもまあ、昨年よりはいいという、まあ本当まあそれでもまだまだ本当はね伸ばしてほしかったところですけどね、まあ何その初勝利良かったというところでございますね。はい、ということで今回は以上です。ユーパルムテーサッカーチャンネルございました。よかったらチャンネル登録。